っこいい。やっぱりかっこいいですね。ヌヌルマチダという韓国語の慣用表現を見ることができます。皆さんこんにちは、マリコです。知りたかった K-POP の韓国語の歌詞を和訳および解説し、そこに隠れた意味をお教えいたします。好きな K-POP の韓国語の歌詞で楽しく韓国語の勉強をしていきましょう。今回解釈する작은것들을위한시 Boy with Love は2019年4月にリリースされた曲です。歌詞からお分かりのように、この曲は愛とそれによって生じる幸せについて綴られています。この曲は BTS がファンたちに送る愛の告白でもあり、セレナーデだそうです。曲のタイトル작은것들을위한시は日本語で小さな者たちのための歌という意味です。それでは작은것들을위한시を一緒に読んでみましょう。では早速작은것들을위한시の歌詞を一緒に読んでみましょう。 Listen my my baby. 나는저하늘높이날고있어그때네가내게줬던그날들이제여긴너무높아난내눈에널맞추고싶어 Yeah, you making me a boy with love. Oh my my my, oh my my my. I've waited all my life. 네전부를함께하고싶어 Oh my my my, oh my my my. Looking for something like.이제조금은나알겠어。さっそく一つ目の文章です。 Listen my my baby. 나는저하늘높이날고있어。和訳すると、聞いて baby、 僕はあの空を高く羽ばたいている。この歌詞に続いて J-HOPE さんがどのようにして空を高く羽ばたいているのかを話します。그때네가내게줬던그날개로、あの時君がくれたこの翼で、君、つまりファンがくれた翼で、 BTS は今高く登り空を羽ばたいているという歌詞ですが、ファンの大きな愛のおかげで多くの人気を博したと話しています。空高く舞う BTS はその後こう言います。以前여긴너무높아난내눈에널맞추고싶어。和訳すると、もうここは高すぎる、自分は目線を君に合わせたいです。すぐ前の文章でですね、君がくれた翼と言っていますが、曲の後の部分の RM さんのラップで、네가준이카루스의날개로、태양이아닌너에게로と和訳すると、君がくれたイカロスの翼で、太陽ではなく君の元へという表現を使っています。ギリシア神話でイカロスは太陽に近づきすぎたために、接近しすぎたことで翼が溶け落ち墜落して死を迎えます。 BTS はイカロスの翼で空を高く羽ばたいているが、太陽に向かって高く登り続けるのではなく、翼をくれた君、つまりファンの元へ戻り同じ目線に立ちたいと話しています。내눈에널맞추고싶어という歌詞で、ぬぬるまちだという韓国語の慣用表現を見ることができます。ぬんは目、まちだは合わせるという意味です。つまりぬぬるまちだは同じ目の高さでお互いの目を見つめ合うを意味する韓国語の慣用表現になります。それでは次の歌詞を見ていきましょう。 I've waited all my life. 이전부를함께하고싶어。はい、日本語にするとですね、僕は生涯君を待っていた、君のすべてを共にしたいという意味になります。歌詞の発音のコツです。に전부를함께하고싶어の部分をよく聞くと、に전부를で、すべてを意味する전부プラス를をの発音を略して전부と言っています。に전부를함께하고싶어のようにです。はい、歌詞の解説に戻ります。愛するファンの喜び、悲しみ、希望など小さなこともすべて共にしたいと言っています。
こうして小さくも大切な一つ一つを守ることこそ BTS が考える愛なのだと思います。それではですね、次の歌詞です。最後の歌詞ですね。 Looking for some 信頼이제조금은나알겠어。和訳すると、正しいものを探している、僕今なら少しわかる気がするんだ。이제は今、もう、조금은は少しを意味します。愛とは何か、今なら少しはわかるという意味で、前の歌詞で述べたように、小さいことでも全て君と共にし守るということが愛ということを知ったというメッセージを込めています。小さな者たちのための歌の英語のタイトルは Boy with Love ですが、一緒に思い浮かぶ歌がありませんか。まさに2014年の三男者 Boy in Love の英語のタイトルと合わせてタイトルをつけたようです。小さな者たちのための歌のミュージックビデオの最後の場面で、 BTS のメンバーが後ろを向いた状態で右手を上げますが、意図的に三男者のミュージックビデオの最後の構成と同じ構成にしたそうです。幼いながら愛を歌った2014年の三男者と、時間が経ちもう少し成熟した愛を歌う2019年のチャグンゴットルウィアン氏を比較しながら見てみても楽しいですね。第1弾に続き、 BTS 韓国語歌詞解説第2弾をお届けしましたが、皆さんどうでしたか。他にも皆さんが気になる K-POP アーティストや K-POP の曲をコメント欄にコメントしてくだされば、また韓国語の歌詞解説で戻ってきますね。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。こんにちは、マリコです。ケイクアプリをダウンロードすれば、 K-POP アーティストや韓国ドラマの動画を見ながら韓国語を学ぶことができます。韓国語を勉強したければ、毎日10分勉強習慣を作ってくれるケイクアプリで勉強してみてください。それでは皆さん、バイバイ。それでは、チャグンゴットルビアン氏を一緒に読んでみましょう。